国吉モデル、キビザルモデルだ。ペンさん、はい、今日はなんでここに？今日はあれですよ、エスポート水野さんに来てくださいと、はい、前回言った、そうそうそう、シビザル潤から言われて、あれだ、あれか、お疲れ様です。どうした今日？今日ちょっとエスポート水野でお店しかできないことをちょっと今日やりたいなと思って。なるほど、また来たんですよ。おお、すごいね、まあ、なんかあるんだね、はい、また上がってるお楽しみ。そうですよ、前回もそうだったけど。そうですよ、今日は早速分かりました、上の方に行きましょう。 OK、 行きましょう。というわけで早速野球売り場へ、はい、今日は何なの？今日はね、こちらなんですよ。こちら出た、はい、あそこに書いてありますけど、またを出すの？いやいや、ペンさん、ちょっと待ってくださいよ。何を？秘密だったんですよ、まだ言ってなかったんですよ、ペンさんに。実は、今回ですね、水野さんが、僕と国吉さんにオーダーグローブ作ってくれることになりました。マジで？マジで。俺の分も？そう、以前、ここでグラブのやつ、いろいろやったじゃないですか、僕らが。それを、水野さんの方が見てくださって、自称グラブマニアですけど、グラブマニア、その私に、グラブ作ってみませんかと、オーダーを、はい、やっぱり国吉 TV ですよ、我々。そしたらやっぱりこのメインの国吉さんの分も。マジで？いやどうですかと。キャッチャービート？はい、言ってくださったわけです。しかもですよ、しかも国吉さん、なんと店頭に並べます、店頭に並べます。国吉モデル、シビザルモデルが店頭に並べます。ついに、マジで数量、いやでもそれ嬉しい。いやそうですよ、特産と兄貴とパスタもやっぱり50個できてたけど、まあ我々まだジャパイモンだから。いやいやいや、嬉しいですよ、限定で、めちゃめちゃ嬉しい、限定で。そういうのがオーダーしてデザイン、はい、作ったものを店頭で置いていただいて販売していただくと。すげえ、ということでですね、今日はちょっとガゼンテンション上がってきた、上がってきました。お前に何付き合わされるかと思ったけど、今日もやる気元気国吉、はい、ということで、おいしゃ、もう今日見たのお母さんなんですね。はい、我々のオーダーのお手伝いしてくれる。よろしくお願いします。ぜひとも。水野さんのオーダーってシミュレーションなんですよ、はい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 、ネットでもできるんですよ。うん、ただ僕はやっぱり店舗に来てほしい。店舗に、ここに実際に足を運んで、そう、はい、まあ理由としてはやっぱりこれ全部オーダーのサンプルなんですよ、後ろ水野さん。こんだけやっぱりある、はいはいはい、実際に触りながらっていうのが一つ、はい、で、サンプル、革のサンプルね、どういう革かっていうのも多い、非常にある、で実際触れる。あと水野さんってオプションオーダーっていう、こう結構カスタムが効くオーダーがあるんですね、好みの。ほうほうほう、はい、でそれがやっぱりどういうものなのかって、やっぱりちょっとなかなか分かんないじゃないですか。分からない分からない、見ただけじゃ、イメージ湧かないとか、それの実物が見れたりとか、こういうものですっていう詳細の説明をしていただけると。なるほど、はい、そういうところでやっぱりこう実店舗に来て、はい、してほしいなっていうのがあります。というわけでまずは国吉モデルのキャッチャーミットからプロモデルをはめて、はい、そうそうそう、ね、そう、なるほどなるほど、小ぶりのコンパクトなミットが好きなので、はい、住谷銀次郎選手ですよ、はいはいはい、よくねメディアでも取り上げられてますけども、ね、コンパクトな形のミットってよくね取り上げられてますよね。どこから見たらこの前やっぱこのポケットもめちゃくちゃ浅い、確かに浅いっすね。そう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 、本当にスローイングとか握り替えを重要視したミット、ただその分やっぱりポケットが浅い分、ね、キャッチングがめちゃくちゃ難しいのよ、ね、はい、でもチャレンジしたいなと使いたいと、使いたいです、ね、憧れがある。これでいきます。お、決まりましたか。はい、こちらで、はい、モデルは、はい、銀次郎モデルでいきたいと思います。よ、はい、早速シミュレーションを使ってオーダー開始。一体どんなミットが出来上がるのか。オプションオーダーの選択にして、日本製の羽賀工場で作る。お、はい、さん、大きさに関してなんですけど、はいはいはい、まあ、かなり小ぶりなモデルなんですけど、まあ、ここの部分を中心に5ミリから1センチ上げたり下げたりっていうことができるんですけど、はいはい、そのままの形で座りで、はいはい、いきたいと思います。かしこまりました、はいはい、革ですね。お、じゃあ革に関しては、磁気目、ハメに関しては、エリート、ステアの革になります。はいはい、次、手の中の
このひらに当たる部分です、ね、ひらに当たる部分、はい、ちなみに手のひらの皮は洗濯可能で表側同比較硬くて耐久性ありディアスキン鹿側で柔らかく手触りよしステアソフトはディアスキン風の牛革という形になっております。今回国吉さんは裏側が手汗でボロボロになってしまうのを防ぐため表側同比較を選んで耐久性をアップ。表側同比較の方があとはその持久面と背面のここの硬さのバランスというかっていうのもやっぱり良くはなりますね、はい、おー、なるほど。柔らかさとかエビの食いつきっていうところが良しになって、はい、こうディアスキンとかっていうこの辺は好みになってる。なるほど。はい、じゃあカラーです。あー来ました、はい、醍醐味ですよ、国吉さん。オーダーのオーダー醍醐味とはこれですよ。そうです、カラーですよ。カラーです。ありがとうございます、はい、はい、若干やっぱ渋めに今回はチョイスしていきたいな。味を出してこの29、これちょっと深いブルーですか。そうですね、今お持ちのこちらの、まさにこれですね、ネイビーですね。ネイビーですね。すごい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 。シークリーナーなんかターゲットとか色を変えたいんですけど。あ、かしこまりました。街とターゲット、はいはいはい、2つ種類ターゲットタゲットで、はい、お、街とターゲットってどこですか、国吉さん。街が、あ、なるほど、はい、この内側のあれですね、はいはい、そうですね、このプラスの部分が、これが入るとターゲット。ターゲット、街だと普通にあのこのサイドの部分ですね。はいはい、なるほど、はいはい、ターゲットシルバー。お、シルバー、おー、おー、見やすい、入る。これが街バージョン。なるほど。でもなんかより面が入るのはやっぱりターゲットの方が入ってた感じしますね。手首の角度とかでも街とターゲットの見え方変わってくるんです。なるほどですね、はい。クッと上げる方は街の方がここが見えたりとか、逆にこう構えてる方とかはターゲットの方がこっちから目線が上からになる。なるほどなるほどなるほど。ターゲットでお願いします。ターゲットで、はい、背面もこちらから。うわ、うわ、多い、すごい種類ある色。増えました、背面増えました。そうですね、あの徐々に徐々に増えてて、すげえ種類ある。カラーは決まりましたよ。決まりました。めっちゃ悩んでましたね、カラー、はい、めちゃめちゃ悩みましたが、30分ぐらい悩んでましたけど、もう3色に絞っていきたいと思います。いきますよ。じゃん、ダン、おお、白にあるディープブルー、おー、はい、にナチュラルの紐、はい、おお、一番ね、補給面見てください。こだわりなんですね。どう、わ、いいですね、生えてる。生えてますね。いやいいな、これが国吉さんこだわりの、はいはい、カラーリングと。カラーリングでございます。はい、次刺繍になるんですけど。お、刺繍、はい、刺繍ちょっと提案じゃないんですけど、はい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 、もしよろしければ、はい、あの国吉 TV さんのロゴとか、はい、それも入れ切れるんですか。できます、はい、すげー、はい、なんで、はい、いいですか、はい、刺繍は国吉 TV と。いいね、一生もんですよ、監督。いや、一生もんでございますよ。あとはもう職人さんに。そうですね、そらそう、そらそうですよ。いろいろあとはもう松戸にという形ですね。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみですよ。いいですね、はい、ジュン、はい、来ました、ジュンモデル、はい。いやー、そうですよ、まあ、内野手をね、本当に種類ありますけど、うんうんうん、これすげー気になってるのが、内野手をアキシー、アキシー、はい、はい、これがね、すごい僕気になってるんですよ。ほう、こっちの方がちょっとこの指股がついてて、ほう、浅め、ほうほうほう、でこっちがついてなくて深めと、うーん、いう感じの、よく知ってる、はい、いやいや、おわさん、そうですか。詳しいのおっしゃる通りです。現調査がすごいっていうね感じですけど、すごい。で今回はちょっと僕深めのグラブ、うん、使ってみようかなと思って。なるほどなるほど。まあ、いつもはね結構浅い浅いってみんな言いますけど、うんうんうん、まあ大学時代も水野さんのグラブ使ってたじゃないですか、うん、ちょっとこう包み込むようなイメージが僕の中であるんですね、グラブがボールをしっかりと包み込む、はい、そういった意味ではちょっとこうちょっと深めの方が僕は水野さんのグラブ使ってすごい好きなんで、なるほどなるほど、包み込むような形のっていう意味を込めてちょっとこっちにしていこうかな、はい、はいはいはい、というわけで基本モデルはこの内緒アキシー01で今回はいきたいと思います。わかりました。はい、じゃあということで、はい、私やっていきますけど、おー、私使い慣れてますので。何が何が、いや、それは私はもう分かる、作るの事前情報で入ってましたから、それはもうもちろんひたすら家でいじってましたから。あー、はい、あ、そうか、通常のウェブサイトでもこれもう皆さん使えるんですよね。そうですよ、なるほど、はい、早速シミュレーションスタート。指当てなんですけど、おここはですね、形状変更してってのがあるんですよ。めちゃめちゃ使い慣れてるよね、シミュレーション、ね、指当てこれですよ。通常だと一般的なこういうやつなんですけど、うん、水野さんって、うん、まあ、今楽天にいる藤田選手とか、うん、
蹴り側のこう補強されてる小さい指輪があるんですよ、うん、でそれやると僕どうしてもグラブ使うとこうやって押し込むので、はいはいはい、ここは削りやすいんですよね。なるほど。 それをカバーしてくれる上に、うん、まあ、指がしっかりこの芯の部分がしっかりするっていう意味を込めて、はい、それをつけたいんですけど。おお、はい、めっちゃ喋るやん。まあ、こういうのもやっぱり来ないと。なるほどね。そうやって言えないんで、はい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 、そうか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 、はい、確かに確かに。こだわる方はもう本当に絶対見てきたらやった方がいいと思います、うんうん、そうだね、はい、ウェブですよ。ウェブですね。これでも決まってるんですよ、うん、どうしても使いたいやつがあるんですよ。これがね、このタータン11。タータン11。はい、これこの形の、バスケット系の。おお、いやもう僕がねとても尊敬していた、うん、今持ってきてもらいましたけど、これタータン11なんですよ。はいはい。これは宮本慎也さん。おお、このウェブがすごい憧れだったんですよ。どうしても使いたくて、はいはいはい、今回せっかくのシューザルモデルということで。タータン11。そうなんです。もともと当初の日本ハムでピッチャーだった武田久志投手が買ったウェブを宮本さんがスタートに移行するときに入れたと、うん、いう形です。あ、どうですか。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。はい、ということで最近こういうバスケット系のウェブ僕すごい好きなんで、はいはい、なるほど、包む感じにもなりますし、肩がね、なんでこれにちょっと今回はしようと思います。わかりました。裏側、うん、まあ、さっき国枝さんも選んでましたけど、うん、僕はあの結構柔らかい感じのテザーリングが好きなんで、うん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 、でディアスキン、今回はディアスキンでちょっといかせてもらおうか。なるほど。カラーですよ。はい、プロ野球選手がね、うん、よく SNS でいろんな人が写真撮ってるんで、それを見ても完全にイメージしてきました、うん。はい、コンセプトとしてはですね、うん、グラウンドで一番目立つ、グラウンドで一番目立つ、はい、コンセプト、コンセプトです。これが今回僕はオプショナルになると、うん、ここは選べるんですよね。あ、そうです。こう各指できるんですよ。あのジグハグとか、はい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 、まあ去年日本を騒がした甲子園準優勝の優勝話の業の吉田康生投手、吉田康生投手が練習で使ったグラブがあったんですよ。おう、それが僕の中で、完璧で、しかもオプショナルにはですね、なんとね、こんな色があるんですよ。シャンパンパープル。何やそれ。こちらです。一気になんか、パーティーピーポーな感じになってきたな。シャンパンパープルです、これが。まあ、こういった形なわけですね、ここは。こういった形で、はいはいはい、しかもこれ金足カラーじゃない、これ金足の、そうそうそう、で多分好きで使ってたんですけど、いなくねと思って、僕は見たことない、普通に。なんで、まあ、これを掛け合わせていこうかなという形でございます、今回このね。はい、ということで、カジさん、はい、一旦あ、まあ、ウェブとかね、そこなんですけど、この本体はこんな感じで、いや、これじゃ、これがまあ補給面で、こういった形で、こういった形で、この白と紫のコントラストでシャンパンパーポー、シャンパンパーポー、すごいな、すごいな、グランドにいなくても目指せますすごいな。しかも、オプションオーダーではウェブも2色にできるんですね。今回は本体同様、白、紫の2トーンにしてみました。次、はみ出しです。はみ出し、で、はいはい、まあ、今回僕はやんないんですけど、うん、このオプションオーダーにするとこのはみ出し一本一本色変えられるんですよ。本当だったら白とか、まあ、こういった形とか、まあ黒だけとかじゃないですか。例えば赤、白、青とか、うんうん、で今回はですね、ちょっとまあ色味をパッとさせるためには、うん、ナチュラルライム、ナチュラルライムちょっと、明るめの黄色ですね、うん、はい、でいこうかなと。はい、でまあ、ヘリ側もそれに合わせてこう、まあ、こういった形で、おお、まただいぶ印象変わるね。はい、カラーができたんですが、刺繍と、これ見てほしいんですけど、これ見えますか。おお、 6? 宮本選手の背番号です。はいはい、これやりたくない、かっこいいね、かっこいいですよね、かっこいいね、うん、これできますか。おそらく大丈夫だと思います。おお、はい、で、まあもちろん、ね、はい、シミュレーションだとない、はい、そうです、そうかそうか、そうか、これも来た人限定で聞けるやつですよ。なるほどなるほど、っていうのを聞きたかったんですよ。あ、まあ、僕は7番、なんか番号でできたりできなかったりもあったりとかあるらしくて、まあ、今、多分できるぐらいの感じですけど、まあ、そしたら僕はここにちょっと背番号の7番をちょっと入れてもらおうかなっていう感じで、はい、他のウェブでも対応してるものありますね、はい、そうですね、はい、はい、っていう感じで、よりオリジナリティっていう外軸がきません、こういうの。なるほどね、なんか他の人があんまり使ってないことだと思うので、うんうんうん、確かにあんまり見ないですね、はい。さらに掛け紐、着物長さ、刻印など細部のこだわりも来店すれば要望可能でございます。対面でのオーダーの良さでございます。はい、大完成です。おー、ネーム刺繍、はい、まあ、はいはい、まあ、こういった形で、まあ、シュビザルと、はい、あ、すいません、入れたね、入れていただいて、入れたね、でもカラーも
こんな感じでも交互にしておしゃれな感じ、はいはい、あと玉はみとね、うん、ナチュラル、うん、実際完成は楽しみです ね、 すごいね、はい、ありがとうございます。これは目立つな。はい、ということで、いはい、ここに、まあ、印刷ですけど、うん、これが実際に出来上がって、はい、はい、それが店頭に並ぶと、そうですよ、いやー最高ですね、はい、それは、まあ、限定1個ずつという1個ずつ、我々とね、ぜひ買ってほしいですね。いやこれで本当に買ってほしい。半年後ぐらいにクリスティビーさん、はい、まだ売れてないんですけどね、困るね、その辺に困る。ちょうどね、はい、クリスマスとか、うん、そういった時期に、はい、いいですね、上がってくると思うので、はい、また、はいはい、これ出来上がりましたら、うん、使ってみて、その使用感とか、そうね、そういう話とか、うん、あと水野さんにね、実際に並んでるシーンなんか、あの、はいはい、ものがね、配信していければなと、いいじゃないですか、はい、思ってますので、はいはいはい、今回は水野さんが、うん、はい、シューザルモデル、それから国吉モデルということで、まさかの国吉モデルも、はい、はいはいはい、ありがとうございます、いただいたので、はい、うん、皆さん、ご期待ください、はい、はい、それでは、しばし2ヶ月弱ですね、お待ちください、お待ちください。